はい、皆様こんにちは、ニュージーです。今日はね、スーパーカップ買ってきました。いただきます。いやー、みんなね、私緊張しいでして、まあ緊張しいでもないか、緊張すると早口に、ね、なっちゃうんですよね。早口にね、おいしい。緊張しない方法とかね、緊張しない心構えとか、早口にならないためにどうすればいいかとか、いろんな本とかインターネット等で調べてきましたけど、いまだにね、やっぱり緊張すると早口になっちゃいますね。だからね、まあ緊張はねするとは思うんですけど、そこで早口になっちゃうことを改善したくて、どうしようかなと思って、いまだにねやっぱ緊張すると早口になっちゃうんで、そこをね皆様にどうすれば早口にならないかっていうのを教えてもらいたくて、皆さん緊張しますか？まあ緊張はすると思うんですけど、緊張するしても早口にならない方法とかありましたら教えてよ、本当。うめ、おいしい。だからね、早口にならない心の持って生き方みたいなあったらね、教えてほしいでしょうね。こういう準備をすればとか、こう考えたらとか、早口にならないとかいうのがあればね、教えてよ皆さん、私にお願いしますよ。スーパーカップ梅、緊張はすると思うんですけど、人間だから早口にならないようにどうすればいいんかな。いろんなところでね調べてきましたけども、まだね早口になっちゃいますよね。助けて、ほんと。やっぱ早口で喋っちゃうと、なんていうんですかね、伝わるんですけどね、相手には伝わるんですけど、やっぱりこう変なニュアンスというかね、常にこうやっぱ一定のリズムで話したいでしょうね、相手にも。こういう動画でもね、の方が相手もね、考えれる時間も与えれるし、こう何かを話す時にね、やっぱりゆっくり伝えた方がね、理解もしやすいんかなとも思ったりね、相手がねするんですよ。うまっていうねことで今日は終わりますけども、何かこう
アドバイスというかね、ありましたらね、教えてください。お願いします。よろしく。